日本群馬県気流市三原町三原町は群馬県気流市の町名。郵便番号は376-0025。面積は0.16平方キロメートル。気流市の中部に位置する。稲荷町、西木町、折姫町、清瀬町とともに気流市第3区に属する。東部は稲荷町に、南部は折姫町に、西部は清瀬町に、北部は元宿町。 ともえ町にそれぞれ接する。町内の大半が公共施設の敷地で占められており、町内北部に群馬県立気流高等学校、気流市学校給食共同調理場、南部に気流市立中央中学校、気流市立昭和小学校がある。かつての新宿村の一部にあたる。1889年の町村静止校により、気流新町、新宿村、安楽戸村、 下、久方村、上、久方村、平井が合併して、気流町が発足。新宿村は、気流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に、大技が廃止され、現在の町名である、三原町となった。2017年8月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。当庁には、気流市指定されている、指定緊急避難場所、指定避難所が4箇所ある。ありがとうございます。